ということで、今日は金子美優ちゃんとコラボをしまーすということなんですけど、まあ金子美優ちゃん見ての通り今いませんよね。ということはドッキリです。何のドッキリをするかっていうと、初対面で失礼な態度を取ったら金子美優ちゃんはどんな反応をするのか、それをやりつつ、今回なんと金子美優ちゃんがお化けが苦手っていう情報を入手したので、まあビビりにビビらせようっていうことで、ここが事故物件ですよっていう嘘を、まあいろんな嘘もつきつつビビらせちゃおうっていうドッキリです。怖いねー、絶対怖いよ。さらにビビらせるために部屋もちょっと薄暗くして今日は撮ってるんですけど、もう廊下とかめちゃくちゃ怖い、今真っ暗で。だからまあちょっとこれは泣いちゃうんじゃないのやばい、本当に申し訳ない。まあそういう企画でございます。ということで金子美優ちゃんを待っていきます。レッツラーゴー。ここにカメラを仕掛けました。ずっと家？今日は家にいた、ずっと5時くらい、3時ぐらいまで寝てた。うわ、さっきやんえ、さっきやん。え、でも、うん、朝まで彼氏がいた。いいな、え、みやも彼氏欲しいんだけど。え、いないの？うん、いない。あ、いないんだ。なんか遊ばれてるってめっちゃ思われてる。え、遊んでるって。あ、遊んでる、え、そうに見えるってこと？そう。あー、え、でもご飯で終わる。ちょっとわかる。遊んでそう。なんで？遊んでそう。なんでなの？まずね。うん。こんにちは、あちゃんでーす。と、こんにちは、金子美優でーす。イェーイ。イェーイ。初コラボー。それな。今日の企画は、うん、まあ、ウーバーイーツしながら、美優ちゃんと、まあ、雑談、うん、していこうっていう。うわ、もう、何時間喋るつもり？いいん、こんな。まあ、いっぱい話すことあるよね。うん、そうよ。聞きたいこといっぱいあるし。うん、なんで、まあ、ウーバー頼んでいきます、早速。はい。レッツラーゴー。何でもいい。え、何？ちょっとなんかさ、すごい呼び込みをさ、え、なんでこんなに呼び込みあるの？え、うちやばいんだよね。何？え、なんか電波、え、みやんち Wi-Fi ないよえ、なんかね、何で悪いの？え、なんかテレビとかも急に消えたりしたりとか。なんかいるんじゃない？え、でもなんかワンタマが自己物なんか自己物件らしい。わかんないけど。いや、そんな笑顔で言えいや、だってもう3、4ヶ月た住んでるから、うん、全然もう慣れてきてはいるんだけどあ、そう、なんか物音とかもする、普通にポンポンポンって。やばい、いやいや、やばい、ね、そんな友達感覚でいい。え、いいね、みたいな。え、感じる？全く？あ、感じるえ、それってあんま感じない人？うん、感じんの？え、まあ、なんかちょくちょくこの家に住んでるからかわかんないけど、結構だから姿表して、あ、本当だ。お札とかも本当よ。え、マジで何も感じないから本当？大丈夫。家だけ聞こえんかもしれんけど、ね、あ、開けた開けた開けた。え、お化けとか怖くないんだ、じゃああんま感じないってこと？全く見たことないから、うん、見てみたいもう好奇心しかないあ、そっちなんだ。お化け屋敷は怖くない？怖い。え、怖い怖い怖い。脅かされるって分かった。あ、脅かされるのが怖いんだ、じゃあ。そうそうそう。で、びっくりするのが嫌。そうそうそう。うわが嫌い。あ、普通に。ゴン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 みたいな。あ、確かに。え、でもうち結構あるよ、それ。いやいやいや。え、マジマジ。引っ越せ。引っ越せよ。そう、だから安いのよ、家賃が。あ、え、自己物件。自己物件じゃない？そう、だからガチ自己物件。いや、笑っていくことじゃない、マジ。え？え、分かってすんだ。うん。あ、分かって住んだの？うん、なんか、なんかその、なんとか、なんとかってさ、最初に言われるのよ、うん、不動産屋さんに、うん、こう、なんとかなんとかなんで、みたいな。その時は、あー、オッケーオッケー、うん、別にいいやと思ってサイトで見たのよ。あ、ここの口コミみたいなやつ、うん、そしたら、いた、いるっぽいやばいっぽい、うん、でも別にそんなあや気になんないからさなんかイライラしちゃう、でもちょっとうっせーって。そう、どうしよう、すんなよ、みたいな。切れてんじゃん、そう、例に。変な音とかたまにしちゃうかも。え、やば、逆に体験してみたいんだけど。そう、水めっちゃストックあるね頼もうよ。え、頼もう頼もう。タピオカとか飲んでみる？いいよいいよ、飲もう。え、ゴンチャ好き。あ、あれがいい、ピーチ。ピーチなんだろう。カニは？カニだし。カニは、じゃあなし、ありで。あ、じゃあありの、やっぱ、あ、え、待って、やっぱやめよっかも。やっぱ違うのやっぱ違うの。でもさ、硬くなるかな、来るまでに。
タピオカだけ。なんないでしょ。なんないかな。なんないでしょ。あやは、じゃあ、ピーチなんたらやって。は早く、やっぱ違うって言ったやん。早く。早く。わかった。待って。早く。いいの？OKOKOK。いや、1個しか入ってないんで。なんでマジちゃんとして。いやいや、そして携帯任せんね。マジで食べようかだけでいいの？え、なんでもいいから全然。なんでも食べれる。何がいい食べ物？ね、選んでよ、じゃあ、あんたが。いや、選んで。なんでなんでいいんだろう、お前がやってなんでもいいよね。うん、早く。ラーメンとか。あ、やだ。なんで？え、ラーメン好きじゃない。なんやね。あ、ドーナツとか？やだ。なんで？早く。もういい。これ？あ、もう甘いかな。甘すぎる。チキンにしよう。チキンにするか。うん、なんで？なんで？チキンまで選んで、選ぶのミユな。うん。これは？あ、それでしょ。うん。え、でも今の彼氏があんまかっこよくないの。それ言ってんの？彼氏言って。言ってない。ちょっと見てほしい。ね、そんなにブサイクなのっていうぐらい笑うよ。さすがに違うでしょ。ちょっと見てほしい。ああ、マネージャー。あ、マネージャーかよ。え、彼氏。あ、え、もう、マネージャー兼彼氏。うん。あ、そういうこと。彼氏がマネージャー。仲良。そうだけど、なんか、いや、イケメンが本当は良くて、最近。うんうん。ちょっと。ダメじゃん。続かないじゃん。そうだよ。どうすんの？え、でも、え、今3。うん。そうだけど、イケメンと付き合いたいから、うん、福岡に彼氏一人いるの。ふたもとしてるってこと今。え、まあでも言っちゃえば、うん、でもさ、福岡に彼氏一人とさ、東京に一人って別にさ、二人ずつって感じじゃない？うんうん、行った時に会おうみたいな。え、そうだよ。そうだよ、うん、福岡の方の彼氏はイケメンだけど遠いの、ちょっと遠い。遠い。あ、まあ距離がね。そう、うん、だからまあ東京にもう一人イケメンが欲しいって感じ。え、じゃあなんで付き合ったの？え、なんか今の人普通に、え、なんか優しいなみたいな。優しいし、うんうん、まあなんかお金あるし、いいなみたいな。それパパ活じゃん。ってんの。やっていくのパパ活やん。優しいし、お金もあるし。マジパパ活やん、やりようこと。本当に。今の優しい人も、まあ、捨てたくはないわけ。うん。だから計3人ぐらい彼氏を作ろうっていう計画。さんまと塩計画。そう、さんま塩計画。何も言えてないやん。びっくりしたもん。最近優勝かと思ったわ。でも来るの。なんか分からん、耳もついていこう。え、でもさ、ウーバーじゃなくないそれ。全然女の人。多分ミスったんかな。え、でも、うん、割とある。え、え、なんか夜とかも普通にある。え、寝れないじゃん。普通に。え、だからもう慣れちゃったの、普通に。あー、レーネってこと、うん、寝ながら。そう、レイカーみたいな。え、でも馴染みすぎやろ。え、でも誰もいないのめっちゃ怖くない？え、絶対。え、あとエレベーターがその押してない階で止まってるかもしれない。え、それは家賃安くなる。塩振ってみる。どこに体の辺の、この辺ば邪魔な。な、舐めてみる。え、塩ってさ、待って、何のためにするんだっけ？払うため。そうだよ。え、うちらが舐めたらいいんじゃない？違うの？食用じゃありませんって書いてあるけど。あ、そうなの。払うための塩置いてあるけど。あれ？え、そう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 、これ。え？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 ウーバーだよね？ねえ。え、ちょっと待って。ねえ。出ない方がいいの？でも。一緒に食べていい？やめた方がいいよ、絶対。塩？塩って。え、待って待って。ね、待って。え、そこだよ。え、行くの？ねえ。え、行く行く変えた方がいいって。え、すごい迷惑なんだけど。いやいや、取ってくる、取ってくるからいいよ。え、やだ、目もついてくる。なんで？え、いいの？ちょっと待って。ちょっとここに座ってください。あ、分かった。ドッキリです。ドッキリ。え、何ドッキリだと思った？あ、ん？いきなりマネージャーが押し寄せてくる。どういうこと？なんか本当はお化け怖いっていう情報を手にしたのよ。うんうん、だからあ、そういうめちゃくちゃビビらせようっていうドッキリをしようとしたの、うん、なのに全然ビビんないし、なんなら「え、見に行こう見に行こう」みたいな。そう。え、これはこれはガチ。はこれガチしよう。いんの？え、本当にはいいの？え、ガチでいない。あ、いないんかい。でもここにはいない。事故物件ではない。ない。ただのちゃんとした家。あ、よかった。です。よかったー。
もうまっ。でも本当は初対面でめっちゃ失礼な態度を取ったらどんな反応するのか、うんうん、です。全然一瞬の感じで乗っちゃったわみたいな。です。以上でーす。ドッキリ成功。大成功大成功大成功。あそこに監視カメラがあります。やっぱり、え、気づいてた。いや、いや、なんか、あれ、いや、なんか、普通にカメラ目線したわ、見え。見えてたんだ、あれ。え、あの、イチゴのやつでしょ。そうそう、イチゴの中。え、だから普通に、だって、あ、携帯昔のタメとく派の人ねって言って、うん。金子みゆちゃんのチャンネルにも、私とのコラボの動画が載っているので、概要欄からチェックしてください。せーの、バイバーイ。ウーバーは嘘なんや。ウーバーは、単純に頼んだだけ。単純に頼んだだけ。